アーリーホールの総本ボーダー総本のボーダーは通常色、形、または通して大規模活劇的な効果を生み出すために密接に並べられた多年生総本植物の集まりです。総本ボーダーという用語は主にイギリスとその連邦国で使用されています。北米では多年生ボーダーという用語が通常使用されます。今日知られているような双本のボーダーは ビクトリア朝時代の庭園で最初に一般的に使われました。後輩と新しい輸入植物種は18世紀と19世紀のイギリスの庭園の形に革命をもたらしました。さらに、イギリスで20世紀の庭の設計者として多作な庭園作家であるガートルード・ジーキルの作品はイギリスのコテージガーデン復活を通して双本のボーダーの利用を広めました。 多年生植物は3から4年ごとに掘り下げて、ベッド部分を清潔に保ち、植物の化成長を防ぐために分割する必要があるため、双方のボーダー状を維持するのは作業集約的です。第一次世界大戦時、庭園を維持するための労働力が不足していたため、このタイプのボーダーは英国ではあまり普及しなくなりました。しかし、英国の庭園にはまだいくつかの有名な例があります。 ギネスブックによると、世界最長の総本ボーダーは、215メートルで、スコットランドのイースト・ロージアンにあるディルルトーン城に、あります。AB ジャパニーズソシャロジクルレビュー 38-380-381-doi-10.4057-JSR 38.380、衣春1884から2755、https コロンスラッシュスラッシュドイドット org スラッシュ10.4057スラッシュ jsr.38.380、ハガトールランゲージバリアーズ、カルチュラルボーダーズ、トレンズインザサイエンシズ9、1417、ドイ、10.5363、ティッツ、 9.1214、issun1884 から 7080?https コロンスラッシュスラッシュドイ doi.org スラッシュ10.5363スラッシュキット .9.124 ダールトンキャッスルガーデンズアンディスカバードスコットランド2017年10月3日閲覧ありがとうございます